はじめまして、チーフロアコントロールの広田と申します。今回久しぶりの大阪フィッシングショー出展なんですけど、まあ、今までねこの何年間か出してなかったんですけどね、ちょっといろいろ新しい商品も出るということで、今回みんなメンバー連れて気合い入れてやろうかなと思って出展してます。よろしくお願いします。静岡の村松です。よろしくお願いします。沖縄でどうしてもカンパチを釣りたいです、はい、でその中でも、はい、メサイヤで釣果を上げたいです、はい、誰か分かった大体というご質問をいただいておりまして、ケンチャローやご存知の方ですか。 200m くらいからがメインで使ってますね、はい、彼はね、俺の知ってる中でね、 200m 切ってる時でもメサイヤ振りまくって、ずっとメサイヤ仕事の人なんでね。でそのメサイヤのちょっとおすすめの振り方とか、こういう風に主にやっていくかなっていうのがあれば。振り方は難しい。まあそうですね、めちゃくちゃ難しい、うん、ただポイントを移動した人流し1投目は結構使えます。でダメだったらスロー系の釣りに変えていくとか、はい、でハイピッチって言っても世間のハイピッチとうちが違うんですよね。違うね。あれハイピッチショートジャークですよね、うん、みんなが言うハイピッチ。そうだね、僕たちも1回1回遅いですもんね、うん、ゆっくりで。今年そのメサイヤでのハイピッチで釣る釣り方の撮影もしようかなって考えてます。それとロッド、メサイヤを振る専用のロッドがあるんですけども、そちらの方も発売予定ですね。それを見たら一番分かりやすいとは思うんですよ。で今ダイアン言ったように前と比べて水深もそうですけども、やっぱりなかなかその釣りで魚をかけるっていうのが難しい時代にもなってきてます。まあ、その中でもやっぱり一番大型魚っていうのを狙った時、今言ったように僕なんかはやっぱり一発目で落としますね。ちょっと欲っとしいんで、はい、一人あわよくばっていう。あとは秋がいいです。ね、春はなかなか、ね、確かにそうやね。そう確かにそう、南の島へ春秋って言ってるじゃないですか、うん、やっぱ秋の方がメサイヤですよ、ね、あの釣りは、うん、秋の方が有利かなとは思いますね。質問をいただきまして、遠征時に絶対持っていくなっていうジグがあれば教えていただきたい。とエリア的には屋久島エリア。遠征にはやっぱり酔い止めでしょ僕が持ってくとしたらアビス、アムで、俺が連れてく人間に関しては禁止とは言ってあるぐらい連れちゃう、うん、やっぱりその春先は今言ったようにダイアンに言ったようにショート系のジグに反応する。でショート系のジグでもフォールに反応しにくいってなった時にやっぱりある程度ね、上げでもしっかり止まるジグ、結構皆さんしゃくってたら分かるんですけど、しゃくってたらこう抜け感だけを意識して抜けて気持ちがいいって思ってる方も多いと思うんですけど、それが逆に水深が浅いところのカンパチとか狙ってたら良くない場合があります。引っかかる感が欲しいですね。そうそう、その通り、うん、しゃくってて引っかかってるなって思うしゃくり方と、しゃくってて引き重りがあるなって思うのはもう全く別物なんで、そこを気をつけてしゃくってくれたらいいと思うんですけどね、うん、そういうのがほんならわからんもん、なんかわからんってってなった時にどうするのってなった時はやっぱり僕は青もんであればそのアビスで、そこがちょっと引っかかるなって思ってて、セミロングにするやったら僕は青もんやったらメサイヤセミロングですね、はい、なんかね潮が速いとかちょっと深 180m ぐらいあって 150m ぐらいあって、それこそ屋久島のユゼっていうところがあって、こう無人島でこう 3本石が岩が立ってるところなんか潮が巻いてるんですよ。
結構やっぱり糸も流されたりするんですけど、130メーターぐらいでやっぱりこのメサヤセミロムの420ぐらいをつけてやっぱりやりますね。何回か大きいのって言ってますけど、屋久島のちょっと潮の潮流が早いところとか潮が複雑なんで、そういうところは僕がセミロングになったらメサイヤセミロングを間違いなく使える。去年もそれで大きいの当てて切られましたしね。はいはい、いいですよ。今回去年の11月に屋久島で釣った大きいのも切られたのもこれやったね。ヒロトさん、ダイアンさん、リスさんもよく一緒に遠征行かれてるなと思うんですけど、はいはい、自分たちが行って楽しかったなっていう遠征先はどこですかっていう女性の方からの質問です。徳之島は楽しいですね。ほら、出たほら、俺言おうから今、ね、迷ったよね。あとは島の人柄、島の方の人柄。西君は？僕も徳之島は あとまあね、屋久島 の、 アットホームな感じもいいですけどね。そうだね、はい、船長と釣りしてでご飯食べさせてもらって、で飲み屋にさらって、うんはいうん、っていうのもね、なんか遠征楽しい。そうだね、そうだね、そうだね、はい、僕はね、やっぱり一番初め面白かったのはどっかな、やっぱ石垣島とか良かったね。初めの頃はもう全てが青いし綺麗やし、見るものが違ってて、で、まあ、いろんなところ、いろんな島行ったけどね、まあ、今日も来てる伊平屋島とかね、沖縄県の伊平屋島、伊の丸の船長のところとかね、そこも人柄も良くて、彼も今まで僕大きい魚、あといろいろ僕の知り合いも彼の船でもう50キロオーバーの魚、カンパチね、いっぱい釣らせてもらってますから、もう今は沖縄の方で遊魚の方もほぼもう漁ばっかりやってますから、でやっぱり時期になったら今年も5月6月彼が船出してくれて、やっぱり南の方であと大型魚うちのメンバーに狙うように段取りしてるんですよ。ジグのおすすめ、多分アムかレクターって言っちゃいますよ。何ですか？おすすめ、南の方のジグでおすすめ。レクターが一番おすすめですね。なんかいろいろ遠征行きたいとか、他この近くで釣りしてる方でどんなジグ使ったらいいかなとか、なんかこう質問があれば。はい。京都で水深はどれぐらいなんですか？100メーターぐらいの。アムだね。ブリならアムだね。ドテラですか？バーチカル。僕なりの持論もありますけど、彼大阪で京都もちょこちょこ行ってるんで、彼のタックルセッティング聞いてみましょうか。ね。バーチカルの時はアムで、ドテラだったら足を使うことが多くて、で。まあ、ドテラでもアム使えるんですけど、やっぱりさっきの止まるっていう話で、どうしても船自体がこう速く流れてしまう と、その止まるっていうのがちょっと気になってしまうっていう時は、巻き方、竿を柔らかくして巻き方も柔らかくふわ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 、もうリーディングだけで仕掛けていくような釣り方をします。で、まあ、こっちもそうですね、ドテラで足もあんまりしゃぐるっていうよりは泳がせるっていう感覚でやっていただいた方が、単価のゴリっていうのは釣れるかなっていう、傾向が多いかなと。はい、ジグのウエイトってどれぐらいなの？180、200、235をよく使いますね。で、レンジが浅い時とかやったら、もうそことランドをそのままやっちゃうんで、130とか150も持っていくんですけど、今まで一番浅かったのが10メーターとかでグリップっていう時あったんで、そういう時130とかです、はい、もうそことなんとさっと2、3で落としてしゃくり始めて釣るっていうような釣り方をしてました。そことらんのよね、はい、針は何番ぐらいの？針は LS の40とか使いますね。竿は？竿は、ジャムの2、3、ジャレク 2.5 ぐらいですね。あとまあレイピア、うん、使い分けはどんなにしてる？そのジャムと、まあ、レイピアは分からんでもないけど、その状況でジャム、ジャレクの使い方の分け方っていうのは、
やっぱりジャレスの方が使い方はいろいろできるし、使い勝手もいいかなって気はしますね。うちのサウって使ってます？まだ使ってないですか？はい、ジャレスの 2.5 番かなと思って、レイジアの3番の、はい、603番の5.2.1 番、そっちの方がいいのかもわからない。それは単語限定とした場合、はい、でジャムとジャレクの違いっていうのは、返ってくる反発の速さが遅いか速いかです。で、結構バーチカルじゃない釣りで斜めになってちょっと上げるのを早くやりたいとき、次のピッチを早く動かしたいときであればジャレクの方がいいと思う。けどしっかりと魚にジグを見せて、しっかりとポールを使って釣りたい、間を作りたい場合は間違いなくジャンプですから、今西君が答えるのですごく困ったのが、どこの海域で単語だけって言われた時に、やっぱりゴルフクラブと一緒と思うんですよ。ゴルフってドライバーとパターだけでやらないじゃないですか。僕らの釣りも一緒で、やっぱりその一緒の海域でも魚がついているところとか、時期によって早く跳ね返ってくる竿とか、ゆっくり返ってくる竿とか、柔らかめで泳がすっていう今表現したじゃないですか。泳がすって何言ってるのこいつみたいな、アホちゃうみたいな、どうやって自分を泳がすって、その泳がすっていう表現も今言ったように、柔らかい竿で引っ張りながら釣るのと、ちょっと固めで弾きながら釣るのとで、やっぱり魚の寄ってき方っていうのは違うんですね。だから彼が言ったのは、泳がすって言ったとは一番手とか、今うちがなんか何点号とか用出してますけど、あれっていうのはそういうのもあるんですよ。各エリアで使う時とか、東北では 1.5 は欲しいですとかで言われて作ったりもするんですけども、そういう泳がしたりちょっと竿の力を殺したりするのをすごくストレスなく考えて、ある程度上級者になったら考えて竿を殺して釣るのはできるんですよ。でそれが前までやったら糸を太くするとかリーダー太くするとかやってたんで、それしたらこの食わなくなる時あるん でそうなったらもう鼻から柔らかくする、つまり2を1にしたらもう柔らかすぎるんですよ。で見切られるってなった時に、やっぱ真ん中の番手が欲しいっていう時が生まれてくるんですね。だから今言ったように、どの番手がいいかは分かんないとしても、自分の行くエリアだけでも春夏秋冬で釣り方が変わってくるんで、やはり2本ぐらいはちょっと近しい竿とか持ってた方が、船の上で自分だけ当たらない、なんで一緒のジグつけてるのに俺に当たらないんや、なんでっていう時があるんで、そういう時は一回気分変えてやる際には竿を変える。でそうなったら、そのジグがどう動いてるかっていうのは手に取るようにチューブラー使ったら分かるんでね、それをレイピア使ったらちょっと分かりにくいです。フルソリ、あれはかけて曲げて遊ぶ竿なんで、かけるまでに特化した竿はジャムジャレクラ、だから曲げるのはいつでもね、また楽しみがしたらいいんで、やっぱり技術をつけたいんであれば今言った竿がおすすめですよ。高知の先の浜沖とかで、はいはいはい、ちょっと今日今大物の話の中なんですけど、はい、先の浜沖へ赤松釣りに行くんですが、はいはい、季節とか狙いによっても違うと思いますけど、まあ、おすすめのジグをまず2つぐらい教えていただけたらありがたいです、はい、まず先浜っていう地域で、先浜っていうところっていうのはすごく今いろんな意味で漁業とかそういうところに力を入れている海域 でよくあの辺で僕ら大会させていただいてるんですけど、あそこでね、一生懸命それで生計立ててる船長さんで、あそこを広めてもらうために頑張ってる方が2人おります。漁協にはね、いや今今日来てくださる未来の松尾さんとか、あと三崎丸の藤本さんとか、やっぱね、僕はまず そこの海域へ誰でも行っていいと思うんですよ。ちょっと話それますけど、誰でも行ってもいいけども、やっぱあそこでご飯食べてる方がいるであれば、まず僕はうちのメーカーはあそこの港にいる船を使ってほしい。これがまず僕は一言声を大にして言いたいです。やっぱりその方々がそこで生まれ育って、そこでやっぱり地域を盛り上げるためにね、それは誰が行ってもいいですよ、誰が行って釣りしてもいいけど、やっぱりそこに遊漁船やってる方がおるということを分かった上でそこで釣りをしてもらうね。でそういうところでやりながら、
やっぱり地元活性につながるようにしてもらいたいなっていうのがまず一つです。ちょっと話は脱線しましたけど、そこからあとショート、セミロング、これ好みもあるんですよ。俺あいつのジグがええなとかで、まあ、例えば佐藤さんが作ってるジグがいいなとか、だから結構多いのはセミロングでは S レジェンドとか多いじゃないですか。押し込んでいく力が強いんですよね。また今度 YouTube でも説明してるって流すんですけど、S レジェンドとアーツの使い分けとか、だから深くなればなるほど、どっちかといえば中心感に特化したジグとか、まあ、カンパチでも効きますけれども、どっちかというと中心海洋のジグで見た方がホール重心です。そう考えれば潮の悪い時で押し込んでいくには S レジェンドで、潮がそこまで悪くなく押し込んでいくんであればアークで、一方その潮が緩い時のジグではレプターがいいと思う。あのフォールの我慢ができる。で、あとある程度の潮の流れの中でクワスってなって、例えば綺麗な人でいけばアビスはいいと思います。僕とかみんなこの辺はアビス使うんじゃないですか。で、長物になれば僕はどっちかだから S レジング使わないです。アロー使います。僕もアローですね、うん、佐藤さんが作られた S レジェンドフランキー系と僕らがみんなでこういろいろ開発していったそのアロー、あとベクターアビスっていうのはこうどっちが釣れるっていうわけじゃないですけど、好みもあると思います。あとサバン多い時なんかはアッシュやめた方がいいですね。あの面があると他の魚が先に拾ってっちゃう。もうアローとかの方がやっぱ赤ムスに良かったっていうイメージありますね。クランキーとかも結構やっぱ暴れて落ちていくんで、レクターなんかより結構お祭りするし、結構そのサバ拾いますね。ですからクランキーが食うっていうのはある程度水深の浅い赤物がいるところ、東北の方とか、ああいうところはまだいいかもしれません。細かい釣りするとき少し固めの竿で赤物をやるんだったらクランキーを横向けたちょんちょんちょんが効くなとは思いますね。松尾さんのところはお客さん何が多いですか？でもレクターとかはやっぱり多いのと、あと長い毛アートかなって感じですね、はい、その海域は潮速いことってそんなないんですか？あんまり潮速くないよね、あの辺はね。じゃあやっぱレクター強いですよね。そうやね、みんな大体困った時はレクターつけてますね。レクターだと勝手に魚を探し行ってくれるんですよね、潮になる時横向いて押していってくれる。ちょっと専門的なことではないんですけど、今後今まで数々の魚を釣られてきたと思うんですけど、今後挑戦したいポイントとかがあれば教えていただきたい。大型魚でクロマグロじゃないですか、中心になっちゃいましたけどね。ああそうやね、はやってみたいですね。面白いですよあれ、多分トルクが違いますもん。あのキハダヤとかリンチョとかと大違いです。もう牛みたいです、もうズドーンといくからね。何回か飛んでるの見たことあるけどね、あれは面白いです。坊主とかも面白いね。もうこれぐらい、今から伊豆へ行って行きたかったらいつでも行ったらガイドします。見た目とやっぱり派手さはあるしね、いっぱい出すしね。真っ白になりますからね。ほんますごいで、あれは、あの量産何キロって出ますよ、多分。そうやろ、あれ、塊の時にあの腹裂いた時はもうそれだけで何キロ、卵だけでも何キロですよ。3月まで限定、釣り物としてはそれ以降は釣れちゃうことはあるけど、ね、一応狙っていいのは3月。あれけど、タックルって3号ぐらいで4号持ってれば安心です。ただ3号でやりますけどね、うん、で潮がそんなない時期だもんで900ぐらいまであれば一応。何がしんどいって、あの唐揚げする回収がしんどい。あれが一番しんどい。魚かかっている方が楽。
うちで言ったらほらあのジャルトっていうサワーあるやんか、あれなんかがそれを、あの硬いのが3種類2種類あるけど、それがもうそのもともとキンメと坊主用でダイヤなんかを使いたいっていうから作った感じで、僕はね何が釣りたいかな、やっぱりまだまだ大きいので悔しい思いやっぱりしてるのはカンパチやね。けどカンパチもやっぱり そんなに釣れるわけでもないし、マグロぐらいね釣れてくれたらいいけど、そんなもなかなかないし、大きいのって言われたら、まあ、カンパチに行きたいかな。体が動く範囲よ。マグロはでかすぎたらかけたら多分しんどいだね。結構しんどいだね。多分腰がいっちゃうんじゃないですか、ね。大きいのもいいけどね、いろんな海域でね、あの赤ムツラマって面白いよ。あのどん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 あの自分も年齢を増すと思う。そういう釣りもやっぱりね、やってて面白い。大きいのはヒラマサもいいですけど。あ、そうね。ヒラマサなんかは逆にスローピッチだったら釣れないですよ。もう単調なワンピッチ。リズムが来るのはワンピッチ。ポール入れると他の魚が、うん、それこそメジロに、うん、ブリ系に、ブリカンパチに取られる。こんなことしてたらもう絶対メジロが釣れる。スピニングのワンピッチがやっぱ向いてるんですよね。ドテラやからスピニングは手返しがいい。やっぱ当てるベイトと比べて。ありがとうございました。